こんにちは、速軸の久保です、まあ、今回はね「役に立つ役にに立立つたないっていうお話をしましまょうか、まあ、あの金と銀」っていうテーマとー繰り返しやることの大切さっていうのは前回お伝えいただいた通りですけどもあの学校の勉強が何の役にも立たなかったっていう人はこの言い方の問題で学校の勉強を何の役にも立てることをしなかったとも言えるんじゃないかなと思うんですよ。例えばね 高校の時に難しい物理の方程式を教科書をねこうめくりながら学んだんですけども確かにそのまましておけば役に立たなかったと終わるんですがじゃあその物理の、ね、方程式を YouTube でわかりやすく解説しましたっていうふうにして広告収益を得る再生数を稼ぐとしたら役に立てることができるんだと思うんですよえそれから学校でものすごくねあの守るのが難しかった校則とか 怖かった先生。あんなやついなければいいのにと思った先生方やクラスメートに対しても、今、YouTube で発信することによって、あ、そんなブラック校則あったんだ。そんな先生が昭和にいたんだ。そんな陰湿なクラスメートがいたんだねっていうことで、あの、共感を得たりとかね、次の学びに役立てることができるんですよ。まあ、きっとだからそういうことなんじゃないかなと思うんですよね。よくね、無駄はないって言いますけども、 無駄を無駄のまんまに放置すると無駄なんですよでも一見無駄に思えることでも活用することによって無駄を無駄じゃない形に変えることができるんですねまあそれがだから受信力であり発信力であり咀嚼力であると思うんですよえ結局その解釈の力があればどんなゴミからも財産を築くことができるしどんな逆境からもチャンスを見出すことができるんだよなかろうかと思うんですけどね ちなみに今ね、よろしくメカドック全3巻が届きました。コンプリートボックスで、全は入ってるんですよ、これ。ね。でも、私がこの、よろしくメカドックっていうアニメに、すごく、う奔走した頃っていうのはね、ファンだった頃っていうのは、確か中学生だったような気がします。当然、車も乗りませんし、免許もありませんよね。でも、車にものすごく関心を覚えました。今、ドライバーとして、 複数の車を運転してみて思うのはやっぱ面白かったなってことですよねそしてできれば今のテクノロジーと今の車でよろしゅうめカドックをリ,ミリメイクリメイクするとどうなるのかなとどんな車が出るのかなとミニバンが出るのかな外車がいっぱい出るのかなとかねうんサインも間違いなく出ると思いますよそしからないと偽も出るかもしれないですねよろしゅうめカドックうんなるほどねまあ、今回は焼くということにしました 役,役に立ってますか